アフターエフェクトを使って一人5役で走る映像を作ってみたいと思います。まずこちらの映像をご覧ください。これは一人3役で走っている映像です。この合成は単純に一人が3パターン走った映像を合成したものです。正面からの映像の場合は簡単に合成ができます。ではこれはどうでしょう。ちょっとブレてますが、一人5役で横に走っている映像です。これはどのように撮ったかというと、これもまず一人が5パターン走る映像を撮ります。これをマスクで合成していきますが、一番最後もしくは遠くから走ってくる人物の映像をメインにした方がやりやすいかもしれません。メイン画像を決めた後、すべての映像を仮重ねして走っている5人がなるべく被らない配置を探していきます。マスク合成はなるべく簡単にしたいですからね。各映像の配置や出だしが決まったら、改めてメイン画像に一人ずつマスクで切り取って加えていきます。少し時間を進ませて3人目を追加。これを繰り返していきます。合成の場合は影なんかもかけたりしないように注意が必要です。簡単に説明していきましたが、今回の完成品をご覧ください。